習志野キリスト教会の牧師をしています山田泉です。今日は12月19日土曜日です。聖書は今日からヤコブ書に入りまして、ご一緒に1章の1節から11節を学びます。タイトルは神により頼んで試練を喜びましょうというものです。教会は今アドベント対抗節という暦の時を過ごしています。イエス様のご降誕を待つという時ですけれども、私たちはどのように過ごすことが待つということにふさわしい姿なのかなと考えることがあります。今後ろに紫色の天礼色が掲げられてますけれども、これの意味するところは悔い改めのことです。ヤコブ書を通して私たちの心を神様の前に見ていただく時を持ちたいと思います。ヤコブの手紙1章1節から11節。神と主イエス・キリストのしもべヤコブが、国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。私の兄弟たち、様々な試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。信仰が試されると忍耐が生じるということをあなた方は知っているからです。その忍耐を完全に働かせなさい。そうすればあなた方は何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなります。あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰にでも惜しげなく、咎めることなくお与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。そういう人は主から何かをいただけると思ってはなりません。そういうのは双心のある人で、その歩む道のすべてに安定を書いた人です。貧しい境遇にある兄弟は自分の高い身分を誇りとしなさい。富んでいる人は自分が低くされることに誇りを持ちなさい。なぜなら富んでいる人は草の花のように過ぎ去っていくからです。太陽が熱風を伴って昇ってくると草を枯らしてしまいます。するとその花は落ち、美しい姿は滅びます。同じように富んでいる人も働きの最中に消えていくのです。ヤコブ書を書いた人は諸説があるんですけれども、イエス様の兄弟のヤコブと言われています。イエス様と幼少期を共に過ごした弟のヤコブ、どんなふうにイエス様のことを見ていたのかな、感じていたのかな、ちょっと想像してみると面白いように思います。ヤコブがイエス様を自分の兄弟から救い主イエス・キリストへと認識を持つようになったのは何がきっかけだったんだろう、いつだったんだろうなどと思い巡らすのは楽しいことです。しかし、そのことは聖書に書かれていませんので分かりません。ヤコブについて分かることは、使徒の働き15章エルサレム使徒会議と呼ばれるところに会議の結果報告をペテロが報告します。その補足をインフォメーションするようにヤコブが話し出します。大変毅然とした口調で宣言しているヤコブをここで見ます。そして聖書となるこのヤコブ書から彼を見ることができるわけです。ヤコブは大変強いしっかりとした信仰者、指導者、説教者となったことがわかります。そのヤコブがこのヤコブ書の冒頭に語ったメッセージは、
まずこれです。2節お読みいたします。私の兄弟たち、さまざまな試練に遭うときはそれをこの上もない喜びと思いなさい。これはなんて驚くような言葉ではないでしょうか。試練にあったらこの上のない喜びと思いなさいとヤコブは言うんです。ヤコブがどのような試練に人生の中であったのかはよくわかりませんけれども、私たちは経験上試練は嬉しいことではないということを知っています。試練に遭わないようにと祈ります。また試練の中にあるときは一刻も早くこの試練から助け出してくださいと祈るものです。ですからこのヤコブの衝撃的とも言っていいようなメッセージはどう受け止めたらいいんだろうかと考えさせられます。このメッセージはその後展開していきます。3節には、信仰が試されると忍耐が生じる。4節には、忍耐を完全に働かせると何一つ欠けたところのない成長を遂げた完全なものとなるというようなことが書かれています。このところから読み取りますと、ヤコブが言いたかったのは信仰の醍醐味を味わうまで信仰に立ち続けて信仰の戦いを戦い抜いてくださいって言っていると思います。私たちが信仰を自分の心地よくするためのもの、より快適な人生にするための道具だと考えるならば、それは本当の信仰の意味を知らずじまいでいるようなことですよって言われているように思います。試練そのものは嬉しいわけはありません。しかし試練は私たちの信仰を震わせて、そして問いかけてくるんです。なんでこんなことになるのか、こんな目に遭うのか、信仰は何になるのか。試練は私たちの感情をかき混ぜて、怒りや恨みや落ち込みや、そして苦しみや立ち上がれなくしてしまうことがありますけれども、試練はまた私たちを立たせる力があることをヤコブは知っているんです。ですから試練にあった時こそ貪るように聖書を読み、御言葉に飢え渇いて御言葉に触れることが大事なんです。ですけれども試練は私たちを聖書に向かわせなくしてしまうこともあります。もっと祈らなきゃ、もっと求めなきゃ、もっと読まなきゃって分かっていながら試練に心が奪われて、そのことから引き離されていく力を感じたことはないでしょうか。その時に忍耐を持って助けてくださいという祈りを持って、何としても御言葉にしがみつくんです。この時に必要な忍耐の力、またその御言葉に立ち続けるという、これもまた信仰の忍耐の力、それを求めてでも私たちはここに立つこと、これをヤコブが言ってくれていると思います。最初に申し上げましたように、アドベントの紫、これは悔い改めを私たちに促す意味があります。私たちは試練の時信仰にしがみつけていただろうか。どんな時も御言葉に期待し、その約束を信じて信仰にとどまっていただろうか。そう吟味する時がまたこの時ふさわしいのではないでしょうか。ヤコブはきっと兄にイエス様という方をいただきながら、その方を信じるものになることに葛藤の勝負をしたのかもしれません。そして忍耐の戦いをして、信仰にそれでも生きるということの凄さを味わったからこそ、まず最初にこの言葉を私たちに向けてくださったのだと思います。
キストの5節、6節をお読みしたいと思います。5節、あなた方の中に知恵の欠けた人がいるなら、その人は誰でも惜しげなく、咎めることもなく、お与えになる神に願いなさい。そうすればきっと与えられます。6節、ただし少しも疑わずに信じて願いなさい。疑う人は風に吹かれて揺れ動く海の大波のようです。この御言葉をいただくことによって、私たちにどんな時にも何があっても神様の御言葉にしがみつくことです。そしてそのことができにくい時には、助けてください、その力を与えてくださいと叫びながら、主に向かう自分になってくださいと励まされます。神様からの助け、恵み、守り、癒し、祝福はきっと必ず与えられます。その時、信仰の成熟と信仰者の完全の喜びを知るものとなります。お祈りをいたします。天の神様、試練をこの上もない恵みとして喜びなさいと、このような驚くばかりの言葉を与えられることができるのは、信仰にはその力があるからです。試練を私たちが挫折の時としてしまうのではなく、試練の時にこそあなたにしがみついて、あなたに求めていって、この信仰の素晴らしさを味わう時と、私たちを導き上げてくださるように、主の帰り身を求めます。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。